リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。ですね、ちょっともう、ほろ酔い気分なんですけど、まあ、めちゃめちゃ酔ってるんですけど、3杯目なんですよ。ほろ酔い3本飲んで、その後、これは何入れたっけな。これなんか、もらった焼酎かなんか入ってる気がする。はい、弟がね、この、バルタン星人のジョッキをね、くれたんすよ、これで、今それを焼酎をね飲んでるんだけれども、ね、今日は7月12日火曜日、上がる時には多分来週、ということでね、やっぱちょっと酔いながらの撮影になるんだけれども、そのこれうるさいな、うるせえな、わーじゃねえんだよ。たまに、私の声帯ってどんな感じなんっていうのがね来るから、いや、いつものね、リント日記で出してるのも、私なんですけど、割とがっつり多分素で喋ってるのは飲んでる時なの。YouTube というか生配信で飲んでる時もあるけど、ここまでがっつり飲んで、なんかもうベロベロっすみたいなのはあげたことないし、なんだろうな、普段のリントってなんていうのかな、オブラートみたいなのがね全身を包んでるの、私の場合って。本当演じてるわけでもないし、猫かぶってるわけでもないし、全然すっちゃすなんだけど、でもそっちはちょっとだけよそ行きなの、内なる凛とは出てないのよ。仮にも男なんで、こう心の中に少年くんみたいのがいるわけですね。そのさらけ出してもうどうにでもなっちゃえみたいな状態のリントってこれなの。そう、いや、今日はですね、そのいつもお世話になっているモモンガ研究所、黒モモンガ研究所の博士さんがね誕生日だったんですよ。で、誕生日の動画も上げてっていうか、動画もちょっと作って、まあ、それはちょっとここではねアップしないんだけど、気になる方は Facebook でお友達になってみたらいいんじゃないですか。モモケンに入ったらつながるよ多分。うん、はい、なあ、まあそれはそれで意図をして、別にモモケンの宣伝でもね、モモケンいい場所よ、本当にモモケンいい場所なの。うん、でもモモケンの宣伝しちゃうとそれはそれで話が違うからあれなんだけど、そうそうそう、そこでねこういろいろとね博士が喜んでくれたらいいなって思いながらいろいろやってるわけですよ。そうで、ズームでね飲み会、ズームで飲み会じゃない、飲んでるから飲み会が出てくるだけ、ズームでね、つなぎながらね、直接質問にね、博士が答えてくれたりだとか、まあ、博士の顔を見ながらね、実際にこうライブに参加したりっていうできるサービスもあるんですけれども、まあ、私はズームの、まあ、常連で、いつもズームで楽しませていただいてて、で、博士にもね、すごいお世話になってるから、ほんと、普通に喜んでいただきたくて、動画作って、何、まあ博士喜んでくれて、でね、ズームでね当てることができるんだよね、見てる視聴者の方ね。で、まあ今日は当たらなくていいよって、私割とこういっぱい喋るし発言するし、なんだろうな、どっちかっていうと、もう小学校の時からそうなんだけど、悪目立ちしちゃうんだよね、目立ちたい気持ち、まあ寂しがり屋ではあるから、ほっとかれるのは嫌よ。でも別に目立ちていいわけでもないのよ。まあチヤホヤされるのは好き、それは好き、なんだけど、別に目立ちていいわけってやってんじゃないんだよね。さね、わかる、わかんないね、小学校の時からもそうなんだけど、目立ちたくないならそんなことするなよって言われるんだけど、違うの、それは目立ちたいからやってるんじゃなくって、それをやることによって誰かが喜んでくれる、それって好きなの、本当にそれなの、わかる。だから誕生日の動画を作るのも喜んでいただきたいがためにやるの。もうね、本当にお世話になってる人が笑顔になるっていうだけでもうね最高なの、わかる？わかんないね。うん、そういう人なのよ。だからね、彼女とかできるとね、
あんま上手じゃないんだけど、そういうサプライズをねすごいしようとするのね。そう、まあ失敗もするんだけどね、とんでもない失敗もやらかすんだけどね。前の彼女の時で言うと、今の前のその前かは、サプライズで驚かしてやろうと思ってアポを取らずにやったら、浮気現場を見るっていうとんでもないことが起きたんだけど、それは本当にとんでもないよ。その女もとんでもないけど、だからサプライズもね、よしあしってもんすよ。なんだけど、でもね、そういうこともしたいわけですね。本当に。ただね、ただただ喜んで、人の喜んでる笑顔っていいぜ。まあ、めっちゃ酔ってるからあれだけど、ほんと人のね、笑顔とかね、動物もそうなの。動物たちがね、こう、餌をあげたりとか、私にこう、すり寄ってきてくれたりとかっていう、その、なんだろうな、人生楽しんでますみたいな、その、生きててよかったみたいな顔がたまにあるわけじゃないですか。こう、餌をあげた時、それこそ袋ももがだったらマシュマロをあげた時の、キュッキュッっていう声。で、レオパで言うとね、ご飯を食べた後の満足げな表情、あの目をね、まん丸にした状態で、ごっくんって飲むあの瞬間、サバンナモニターだとね、餌をあげた後に、丸飲みした後に、舌で、この口の周りをペロって舐めるあの瞬間、みたいな感じでね、本当にその子その子たちの、その、喜んでる姿っていうのが可愛くて仕方がないの。だからやるの。ほんとね、目立ちたくないならやるなよって、その小学校とか中学校とかもね、言われましたけれども、今もまあそうだ。まあでも、今回に関しては、まあ、桃犬という仲だし、別にその中でちょっと目立ったぐらいはいいかなって思ってる。最終的に当てられちゃったし、あとみんな私のキャラを分かってくれてるだろうから、全然いいやって思ってるんだけど。そう。別に目立ちたくてやってるんじゃないのよ。まあ、そういう話じゃなくて、そう、今飲んでて、そう、素の私っていうのをね、出した動画っていうのをやったことねえなって思って、もう喋り言葉とかもこんな感じ、普段から割と友達との、なんだろう、同じ平行線のね、人とのやり取りもこんな感じだから、そんな感じの、なんだろうね、もう脳内回ってないよ、もう、の状態の、うちの子たちに戯れてる時の状況をそのまんま動画にしてやろうと。いつも動画撮るときは、はい、撮ります。はい、リンリン、ハロー、パラレルでやってるから、でもその流れでやっちってるから、なんだろうね、動画モードのリントちゃんなんですよ。で、動画モードじゃないときっていうのやってみっかと思って、がっつり飲んだ状態で撮りました。ということでね、やっていこう。はい、いつもね、この後もう寝るんですよ、私。ご飯をあげました。もうこいつらに。で、寝る前にですね、皆さんにですね、様子いかがっすかっていうのをね、行くんだけど、じゃあいつも通り行きまーす。はい、お前ら元気か？よいしょ。元気ね、おのれら。おのれらとは言わんわ。お主たち、元気ね。元気だわ。もうカメラの画角もクッソだね、今の。はい。元気っすね。元気だね。はい、じゃあ、バスキングのライト消すよ。はい、消しまーす。よいしょ。サンショウちゃんたち、モノと黒は元気かね。はい。モノも黒も今ここにいるか？あ、モノも黒もそこにいるね。はい。前にいるのが黒ちゃんか。黒ちゃんじゃ、黒くんか。黒くんで、後ろにいるのがモノちゃんだね。あ、元気そうですね。よいしょ。はい、コケモン。コケモン大丈夫そうだね。変に、水分不足とはもう、ないね。はーい、おやすみ。はい、ロップ元気。あー、ご飯のタイム？ご飯食べる？それ。食べる？あ、今で、ご飯のつもりで来たんじゃなくて水かな？ご飯食べるか？ほら。あとさっき食べなかったやつ。食べる？食べる？食べる？食べない？食べない？あ、食べる？いいよ、食べて。ごめん、食べにくいか。ごめんな。ロペさん、甘？あ、おいしい？おいしい？
美味しい？美味しいかい？これちょっと乾燥してきてんな。乾燥してきてるし、ちょっと水分吸いすぎてこってこてやな。なんかこっちゃこちゃというか、なんちゅうか。これ食べな。これ食べる？これご飯よ。食べる？食べなかったらロペじゃなくてそれ腹食べるよ多分。ほら食べな。いいよ。そこまで来て食わないんかい。まくった。あんたピンセットに乗っかってる方が好きよね、食べるのね。もうちょっとだけあるけど食べる。ほらはいはい。食べないね。あ、もうボロボロだこれ。置いとくから食べたかったら食べな。あんたはこれからだもんね。あんたはこれからの時間だもんね。夜行性だもんね。はい、おやすみ。今日もありがとね。よいしょ。わらじたち元気か？わらじたち元気か？元気っぽいな。あれ。はい、お水ちょんちょんちょん。はい、終わり。餌は入れたから大丈夫ね。えい。えい、ギョロとハロちゃんよ。こんにちは。ん？こんばんは。こんばんは。あんたミルク切れてるね。ミルク欲しいでしょ。今ミルク作るからちょっと待ってね。はいはい、ミルクでよ。あんたちょっとちょっと粉のまま行くんじゃないの。ちょっとこらこら、ちょっとあんた粉のまま行くんじゃないの。まだ粉だよそれね。えちょこら、おいこら、おいてめえこの野郎。それはねえ、君え、なんで掴んだそこ。水出るよそこから。水辺の方向に出るじゃん。ちょっと離すの。ちょっと離すな、もう。ちょっとねえハロくん、ちょっとねえってば。今開けるからもうちょっと待ってなさいよ。これは水、ほら分かった、頭にかけちゃう水。はいはい、これね、ギョロがびっくりしてるよ。ほらギョロの格好見てみ、あんたねえ、ほらちょっとギョロ見てみなさいよねえ。おい、ほらねえ、こんないからってこんなことばっかりしてね。ハロ君かわいそうに。ハロ君穏やかだからってね。でもあんたね、焦りすぎよ。はい、いい。だからギョロすげえ格好、それどうしたの。ギョロってどうしたそれ。びっくりした顔してんね。なんじゃいなんじゃいみたいな。はい、ミルク飲んでね。はい、っていう感じ。あ、俺割といつも通り、これなんだよ、これマジでいつも通りなの、本当に。まあ知らないからね、わかんないでしょ。あの一人で家にいてもね、こんな感じだから。あのあっていうか、一人で家にいる時こそマジで独り言が多い。まあ寂しいのもあるんだろうね。寂しいのもあるだろうね。彼女欲しいなとか思うもんね。彼女欲しいなとは思うけどな、なんかあれだよな。自分とね、ちゃんとこの性格っていうか、こういうねキャラというか、こういうやつを愛してくれる人がいいね。そして私に十分愛させてくれる人がいいよね。あのなんだろう、キンキの曲じゃないけど、愛されるより愛したいって感じがね、結構あるよ、ガチで。別にド M でもないし、あれなんだけど、ご奉仕はしたい？ご奉仕じゃないんだよね。喜んでほしいんだよね、多分ね。はい、それはね、動物にもそう。本当に。今日やっぱいね、この動画。ほう、大丈夫か、この動画上げて。撮れたか全くねえぞ。まあいいや、上げとこ。ミントさんの生態ってこんなもんすっていうの分かってもらえるし、ほんとね、なんか喜んでいただきたいんですよ。どの動物も、どの人間も、どの生命体も。本当に悲しいことだけはあんまりね、暗いニュースとかもあんまり見たくないわけですよ。だから何かの記念があればね、もう全力で盛り上がって、もう全力でもその人をね、もうこう、あ、はいはい、はいはいはいっつってね、なんだろうね、喜んでいただきたいというか、そういう感じなんですよ。YouTube で動画やってるのもそう。本当に最初 YouTube で動画始めたきっかけが、ドラクエのね、
あの自分のキャラクターリントちゃんってね、なんてそこにフィギュアはいるし、あっていうかこの辺見るとリント映ってるんだよな、これな、これリント映ってるけどリントこれなんだよな、リントあのリント、そうリントちゃんのね服をいっぱい作ってたわけですよ。この間動画ちょこっと上げてるけどね、その動画じゃねえや、そのドレアをね作ってて、それをね友人の方が見たいっておっしゃってくれて、もう見たいって言うんだったら見せましょうよと、よし動画にしちゃおう、でもどういう媒体、あじゃあ YouTube でやっちゃえばいいやっていうので YouTube 始めとるって感じだね。 YouTube で食っていきたいとかそういうのはあんまりない。いや食えるんだったら食いたいけど、うん、食えるんだったら食いたいよ。でもね基本趣味なの、楽しんでやってるので、それを見たいって言ってくれる人がいるから、あじゃあ見せましょうよって言って、もう見せてる感じだもんね。もうやばい、ただの酔っ払いだわ本当に。酔っ払いでもいいでしょう、たまには。こんな姿をねあんまり YouTube にさらすこともないし、乾杯。もうどのタイミングやねんっていうね。この焼酎うめえな、やべえ、これパッケージ捨てちった、さっき後で出してこよう、パッケージっていうか瓶捨てたわさっき、ちょっと後で瓶にいて、うまい焼酎、ちょっとどんなんだったかちょっと名前見とこう、うまいよこれマジで、もうこんだけしか入ってないけど、やべえ出来上がってるわ、楽しいね、人と飲みたいね、全部飲んじゃった、なくなっちゃった、今日は楽しい、楽しいのでこの記念の動画、止めどねえ動画だけど、これ取り留めのない動画か、止めどねえはちょっと話が違うや、そう、とりあえずリントさんってこんな人だからね、ほんと楽しく生きてるのだからね、あんまり考えながら生きていきたくはないんだよね、なんだろう、打算というかさ、なんかその、打算でいいのか。うん、なんかこう、計画を練ってさ、で、なんだろうな、こう、計算高くて、なんか、こう、誰かにこう、貢がせたりとか、そういうのは嫌いなのよ。わかる？言ったらいいんだろう、日本語も出てこねえや、その打算的な生き方はしたくないんだよね、だから直感で生きてるんだよ本当に、自分がやりたくて、自分がその、まあ、不満じゃ不安になることはあるからね、 SNS に投稿して皆さんの意見を聞いたりだとか、あとは寂しいっていう気持ちの方が私は強い人間なのでね、本当に投稿したりだとか、 YouTube でこうやってねみんなにこうコメントいただいたりだとか、Facebook でね投稿していろんな方とねコメント欄でやり取りをしてお話をさせていただいたりだとかはするけれども、基本的にはね楽しんで生きていくためにっていうところなので、まあ私のことが嫌いだったり私のことが合わない人なんていうのは全然いるから、そういう人たちのことはあんまり考えないようにしたいんだけど、なんだけどねやっぱり考えちゃうというか、なんていうかね、気になる部分っていうのは出てきてしまうわけでございまして、そうなんかね、なんかみんなに好かれるんだったら好かれたいよ、でも万人に好かれるような人間じゃないもんの、やばい今日何の動画これマジで、現実に帰るとすごいね、うん、まあでもね普段からこんな感じよ、あと独り言で喋ってる時もあるわ、こうやって動画撮りうるせえな、外で盛り上がってるけど何？私も混ざろっか？一緒に行っちゃう？飲みに行っちゃう？行かない。でも誰とでも飲めない。無理。人見知りするもん。ドキドキしちゃう。無理無理。全然知らない人のところの輪に入って飲むとか、ああ無理。そんなパリピなことできない。ただ隠れパリピなだけだから私。一人で盛り上がってるだけだから本当に。ぼっちでウェイってしてるだけなの本当に。誰かとウェイってするんじゃなくて、もう一人でウェイなの。うん、もういいね。恥ずかしがりなの。何言ってんだ。
わあ、取り留めないから、もうそろそろ動画止めるかな。20分も撮ってんの、こんな動画ばっかじゃないの、ほんとに。変な動画が上がります、これ。あげる。本の動画編集してるときどう思うんだろうな、自分。もうばっかだな、こいつな、って思ってんだろうな。それはそれで面白いからいいや。はい、ということでね、リントの生態はこんなもんっす。今日はリントの生態をね、見せました。踊れだとは言わんけどね、うん、おいお前たち元気かって言いながら近づきをする。お元気だなっつって、だいたいね、そう、今度帰ってきた時のルーティンとか撮ってみる、面白いと思うよ。もう変だもん、マジで。あのルーティン動画の人変だもん、多分。ルーティン動画ではまだ開けたことねえわ。ルーティンの時のさ、リントさん帰ってきたタイミングとかもう面白いもん。もう誰もいない家に対してよ。誰もいないんだよ、この家。ドア開けた瞬間に、ただいま、みんな元気って言いながら帰ってくるからね、私。で、まあ入ってきて、よし、シェフィーさんに元気か。お、元気だなって。あ、お前たちこれからお風呂だぞって言って。で、ロペ確認して、お、ロペ元気だなって。よしよし、後でご飯な、食べたいか今、あ、今いらないね、みたいな話して。で、三章のケージ開けて、おお、二人ともどこ行った、モノ、黒、どこだいつって。おお、モノ、ここか、黒、こっちか。お、よかったよかった。お、元気そうだね。うん、わらじもちゃんと食べてるじゃない。よしよし、よかったよかった。つって。で、わらじのところのケージ開けて、うん、特に、ハエが湧いたりしてないね。で、その後、モノと黒じゃない。ギョロとハロのところ見て。お、ギョロハル元気か。おう、ご飯めちゃ食べてるね。ああ、じくじく言い始めた。ギョロ、ごめん。って言いながら。よし、みんな元気そうだ。よし、大丈夫だね。よし、ギョロとハロは後でご飯入れてあげるね。ロペも今食べないっぽいから、後でまたご飯の時、ご飯ね、食べたかったら出てきてね。で、ああ、三種たち、あんたたちは、おう、もうわらじいないね。あ、じゃあわらじ追加しとくわ。で、サバンナモニターに戻ってきて、よし、お前たちお風呂だって言って、そいつら出して、出すときロペも一緒に出して、最近3人で入ってる。3人 ?4 人だわ。3人と一緒に入った。そう、シェフィーと3人とね、ロペ出して、お風呂場行って、で、私がシャワー浴びる前にこいつらを浴槽に入れて、で、浴槽に、お水じゃない、お湯。38度ぐらいかなのお湯出して、軽くこいつらの足がこうつくぐらいの水深にして、で入れてやって、でこいつらがちょっと温浴して温まってる間に、じゃあ体洗うわっつって体洗って、なんかそれ動画上げるわ今度、うん、ほぼそれが毎日だから。そろそろね、春とうららも帰ってくるから、春とうららが入ってきたら、多分ギョロハロ確認した後に、春うらら元気っつって、もう元気だね、よかったねって言いながら、二人とも元気そうでよかったねって言いながら、そんな感じ。ああ楽しいね、うん、そんな楽しい人生を送りながら過ごしております。ということで、もうね、動画の切り方忘れちゃった。うん、まあ、そんな感じ。また動画あげるよ、日々のルーティンとかもあげるからね、よかったら見てあげてください。ということで、リントでした。バイバーイ。バイバーイ。今度みんなでお酒飲みたいね。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。